ヤスクリスです。はい、今回ね、今ね、外で撮ってるんですけど、今ね、今日ね、7月の22日なんですけど、はい、勘のいい方はね、わかると思うんですけど、幕張のレプタイルズワールドの日ですね。はい、てなわけで、なんで動画を撮ってるかというと、でーん、お迎えしました。はい、てなわけでね、ちょっと今からね、帰って、動画撮って、飼育環境を整えてをやっていこうと思います。それじゃあね、お家に飛ばしていきます。はい、ということでね、はい、帰宅してきたんでね、今エリマキトカゲのトトもねそこにいるんですけど、今回のね戦利品を紹介していこうと思います。で、まあね、メインはね、もうこれでーんっていう感じで生態をお迎えしたんですけど、それ以外のね買ったものがあるんで、そちらを先に紹介していこうと思います。はい、まず一つ目、こちら、チャキーン、これストラップ、なんていうんだ、キーホルダー、西アフのキーホルダーです。でね、この子はオレオのねキーホルダーなんですけど、見えるかな、こんな感じ、尻尾がね動くんですよ。こんな感じで体が動くって言った方がいいかな。こんな感じのねキーホルダーを買いました。で、これを買ったのがちょっとお店の名前がわかんないんですけど、山本直樹さんっていうアーティストの方の作品です。はい、結構ね多分イラストとかも描いてるんで、そっちを見たらねみんなわかると思います。こういうなんか結構リアル味のあるレオパのだったり、いろいろねイラストを描いてあるお店の商品ですって感じでね。はい、この子ね冬くんに似てるんでちょっと買っちゃいました。はい、続いてこちらです。次はこちらステッカーですね。ステッカーをね久々に買いましたね。あんまり買わないんですけど普段は。で、買ったステッカーがこちらのね太あごのステッカーなんですけど、こちら文字がわかるかな、花えのきって書いてるんですけど、これをね買いました。で、そしたらねおまけでねこちらのステッカーもついてくるって感じだったんでね、ちょっとね得したなって感じですね。で、こちらははい、ラビーンさんっていうお店でね購入しました。はい、こんな感じですね。あとはまあ、ちょっとね、今回ねお迎えした子用にシェルターを須藤さんの、またいつ、あ、須藤さんの、はい、まあ、ロックシェルターなんですけどね、ベッドシェルターじゃないやつを買いました。はい、じゃあもうね次みんなねお待ちかねのね生態をねちょっと紹介していこうと思います。はい、でお迎えした場所がねこちら、ピリーン、ペポニさんですね。はい、名古屋にねお店があるショップだと思うんですけど、いろんなね生き物確か取り扱ってたと思います。はい、でこちらデデーン、今回お迎えしたのがちょっとね見えないかもしれない、よいしょ、あがうち、ちょっとね開けますか、じゃあ逃げないと思うんで、よいしょ、まあね家にねいる子なんでね、もともと種類は同じです。よいしょ、はい、今回お迎えしたのがねまたヤモリなんですけど、よいしょ、最近もねちょっと前に動画にした子なんでね見た方もいるかもしれないです。よいしょ、はい、ちょっとね暗いからわからないかな、今奥の方にいるんですけど、ここにね、はい、ハイナントカゲモドキです。でね、我が家にいる子がねオスの子なんでね、多分なんでね今回はメスっぽい子をお迎えしました。でサイズもね同じぐらいの子を選んだんで、1年ぐらいしたらこの子の場合あと1年ぐらいしたら繁殖できるかもねって店員さんも言ってたんで、まああとね1年ぐらい別々で飼って、いい感じにね育ってきたら2匹1回一緒に入れてみようかなって感じですね。もうちょっと早くね成長するかもしれないんですけど、まあそこはね、この子たちの成長具合を見てって感じなんですけど、はい、じゃあ今回はねこのハイナントカゲモドキの子をね
ケージに移していこうと思います。はい、じゃあここからはね、また飼育環境作りですね、やっていきましょう。はい、じゃあね、ここからね、ケージ作り、飼育環境作りやっていくんですけど、今回ね使うケージはこちら、レプタイルボックスみたいなやつですね。トップクリエイトさんが出してるやつのアクリルケージ、これに使ってねやっていこうと思います。でね、ハイナントカゲモドキ自体はもうね、ここに1匹、レプティギアで365で使ってるねケージがあるんで、それとね、レイアウトは似たような感じにしようと思います。ってことで、レイアウトは、はい、ちょっとねぐるぐる巻きになってるんですけど、デザートソイルを入れていきます。じゃあここから、はい、まあね、こんぐらいでいいと思います。よし、そしたら次、よいしょ、次はね、シェルターを入れていくんですけど、シェルター今回使うのがね、さっき買ってきたんですけど、こちらをちょっと開けますね。よいしょ、ロックシェルターの S サイズかな、 S サイズを、こちらをね使っていこうと思います。はい、でね、もともといるハイナンの子にはドラには多分 S よりでかいから M なのか L なのか分かんないけど、ちょっとね見てみますか。こんな感じでね、ちょっと大きめのが入ってるんですけど、この子にはね、とりあえずね、まあ、メスの子だしそんなに大きくならん可能性もあるんで、ちっちゃいのを入れていきます。こうの方がいいかな、よいしょ、はい、じゃあこれをね入れていこうと思います。まあ入れるだけなんですけどね、はい、こんな感じんで、まあ、あとねそんなやることはないんですよね。水皿は、水気はこの100均のやつ、いつものをここに置いて、はい、水を入れます。でハイナントカゲモドキはやっぱりね多湿の方がいいんで、70% ぐらい、もうちょっと高くてもいいかもしれないけど、で温度は24度ぐらいですね。まあ、ベビーの頃はもうちょっと高くてもいいかもしれないけど、野生の子はね結構温度低いらしいですね、レオパとかニシアフとかと比べると。よし、とりあえず霧吹きはこんだけかけとけばいいでしょう。てなわけでね、じゃあこの子をねまた入れていきましょう。よいしょ、一回ね見せてみよう。いや結構見やすいな今回は。はい、こんな感じです。色味はこの子の方がまだ黄色みがちょっとね綺麗かもしれない。大きさはねほとんど一緒、まあそのくらいのサイズをね選んできたんで、ちっちゃい子はねたくさんいるけど、同じぐらいにねやっぱりね、育ってほしいんでね、こんな感じのハイナントカゲモドキ。でこの子の方がどうだろう、ちょっとだけ人に慣れてるかな。ごめんね、ごめんごめん、あ、ちょっと慣れてないかもしれない。はい、こんな感じでねケージに入れました。でハイナントカゲモドキ自体がそんなに慣れる子じゃないから、まあもう慣れなくても仕方ないのかもしれない。なんでね、慣れるのは次の世代に託しましょう。ってことで今回はね、こんな感じでハイナントカゲモドキのケージをね作ってあげてお迎えしたよっていう幕張レプタイルズワールドの動画でした。はい、今回はねこんな感じで終わろうと思います。またね、2日ぐらいしたら後半動画も撮っていこうと思います。それじゃあね、今回はこんな感じで終わりますか。またね、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。